題は言語学の研究です。ではよろしくお願いします。皆さんおはようございます。言語学は言語を科学的に研究するという学問です。簡単に言えば人間と言葉の関係です。今までいろいろな研究が進んできました。今日はそのうちの2つを紹介させていただきます。まず発音についての研究です。すべての人に自分の母語があります。母語というのはお母さんや家族から教えてもらうネイティブの言語ということです。人間は母語に強く影響されるため、発音できる口の広さは母語によって違います。世界では日本語やフランス語の発音の広さは英語に比べて狭いため、日本人が英語を発音するのは非常に難しいそうです。皆さん、日本人が苦手な発音は何だと思いますか？L 英語の発音で L と R が発音しにくいそうです。例えば英語のアレルギーはカタカナでアレルギーと言えば簡単になります。そんな発音の研究も言語学の研究の一つです。またどうすれば頭は言語の進行を受け取れるのでしょうか。確かに大人は赤ちゃんとは対照的に言語を学び始めたとき、いつも自分の母語に当てはめて考える傾向があるので、外国語の文法を理解するのに時間がすごくかかります。時々クラスの学生からこの日本語の文はおかしいです、英語でそのような文がないということを耳にしますか。そんな考え方はとてもナンセンスだと思います。外国語を学ぶならすべて母語から翻訳しないで新しい考え方で受け入れた方がいいのではないでしょうか。例えば学校の A クラスの学生に日本語を教えるのに、毎日先生はたくさん道具を持ってきます。雑誌や花など道具を繰り返し見せて、同時に何度も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 もう一度お願いします、言葉の練習をして、ひらがなさえできない学生たちに日本語を理解させようとします。その赤ちゃんの頭に言葉を入れるようにする教え方も言語学の研究の一つです。将来言語学の研究が進むと、人間と言葉の関係が今より深くなるでしょう。これで終わらせていただきます。ありがとうございました。